19年間のプロ生活を今年で終わりにします。でまず山本のサポートもたくさん残っていただきありがとうございます。思い出がたくさんあります。アテンドのスタジアムの思い出がたくさんあって、雪の中、オレンジのホールでたくさんやったのが初めてです。まあ、ただいま社長の相田さんも、2度は本当に苦しい時代、一緒に戦ってくれた仲間なんで、今日、ゲームやってやっぱり強かったんで、この先、頑張って、ゲームやってください。今日こんなたくさんの人が来てくれる中でゲームできて本当に幸せでした。いやけど本当ゲームに関してはちょっと2点目、ね、僕のプレーでゲームを壊してしまって申し訳ありません。まあ、やっぱり素晴らしいけど大切なことでしてはいたんですが、ミラモ小学校、僕は茨城県出身、日立市の山小学校をサッカー少年団から始まり、まあ、もちろんサッカー始まった頃はキャプテン翼のヒューはもちろんに憧れて腕まくってゴリゴリのセッターフォワードでめちゃくちゃ点数取って楽しかった思いであります。小学校5年生の時にある先生にゴールキーパーやると言われてゴールキーパーになったのも覚えてます。その先生がいなかったら僕はここまでプロとして長くやりたいと思います。その先生が俺のことをラグビー選手にさせたかったみたいで何が好きだったんですか？ゴールキーパーを続けて中学校は隣の日立市立中学校に入り、まあサッカーもやってたんですけど、たくさん他の仲間たちと遊んだ絆を深めたっていう思い出があります。ゴールキーパーの練習は、その他の中学校は砂場で練習をする伝統の練習がありまして、砂場でにハードルを立てて、たくさん練習した思い出があります。まあ、本当僕の派手なプレーも、一日ではもしかしたらその砂場から始まってるのかな。そして高校から僕はこの水戸に引っ越してきました。引っ越してきたというか、水戸を関西属高校に入り、寮に入り、水戸での生活になりました。そこでは初めての全国大会も経験し、素晴らしい思い出と、素晴らしい仲間たちと、出会えたことはすごく、やっぱりサッカーに感謝ですね、本当に。本当に高校の先生たちにもたくさん、まあ、高校だけじゃないか、中学校の先生とかね、たくさん説教されて、はい、一応ちゃんとここまで頑張れる男になったりなりました。先生たち、たくさん説教してくれてありがとうございました。高校卒業して初めて行ったチームが浦和レッズでした。で、たくさんのサポーターの前でプレーしたいと思い入団を決めたのを覚えてます。まあ一試合出れなかったんですけど、本当に高校から大人のサッカーに直面した時に全然シュートが当たらなかったのを本当に思い出します。全部やっぱり逆取られて、本当にゴールの前に立つのは辛かったという思い出が今でも思い出ますね。結構円形脱毛症もいっぱいになりましたね、あの時というのは。まあけど本当にさっき岡野さんとかにもコメントしてくれましたけど、ちょうど日本が初めてワールドカップに行く時に、本当に岡野さんとかいつも近くにいたのでね、そういう歴史的な時に
そばに入れて、こう一つのゴールですごい世界が変わるんだなっていうのを一緒に簡単に感じられたのは、すごくいい経験になりました。まあ、本当引退した時も岡野さんだけに相談しました。感謝します。そして僕がこう長くこの年までプレーできたのは、やっぱ浦和レッズのね、じゃあ野崎さんというトレーナーの方に、あの体の使い方というのをね、すごく教え込まれ、それを、まあ、今でもね、この年まで研究してたので、はい、プレーできたので、すごく大きいですね。感謝します。こういう、あの、こういう、なんていうんですか、プレーの仕方っていうのは、あの、若いゴールキーパーや、これからたくさんのゴールキーパーに教えていきたいなと思います。で、水戸、浦和で、まあ、試合も出れず、本当に苦しい時に水戸ホーリーホームに来ました。当時、JFL で、初めて練習の時、土のグラウンドでした。ゴール前に野球のマウンドがあったのを覚えてます。こんなところでやるのかよと思いましたけど、まあ、それでもチームメイトと会って練習が始まると泥だらけになりながら、スライディングしたり血だらけになりながら、平気で芝のピッチと変わらずプレーをしているものを見て、いや、俺は何やってるんだろうと思って、いや、本当に考え方をね、考えさせられ、直されて、まあ、本当に遊びじゃなく、この人たちと一緒に1年間本気でプレーしようと、その初日に覚悟したのを覚えています。そして JFL から J2 に上がることができました。その開幕戦が先ほども出てましたけど、浦和レッズと駒場で水戸ホーリーホームとしての J リーグファーストゲームができたっていうのは、すごく不思議な縁というか、サッカーの神様がいるんじゃないかなっていうふうなことをすごく感じましたね。サッカーを続ける大きな要因になりました。力になりました。まあ、浦和はグラウンドに立てなかったですけど、本当に立ててすごく嬉しかったです。本当に苦しい、 J2 に上がっても苦しい時代は続きました。だけど今日もたくさんの OB が来てくれて、本当そういうその仲間と一緒にプレーして、苦しい時とかね、やっぱりパックだったので、そこを40までたくさん試合出してもらったけど、何か何年間ぐらい試合出たんで、苦しい時なんかは、みんな OB の顔とか、よく思い出しながら、はい、頑張ってみました。ありがとうございます。みんなに誇れるようなクラブを、みんなが子供たちにお父さんここにいたんだって言えるようなクラブにするのは僕らの目標です、夢です。まだまだ一番できるようなクラブなんで、まあ、僕が引退してもここから、はい、大丈夫です。自慢してもらえるようなクラブにします。よかったください、みんな。あと一
一つだけちょっと試合のことを言わせてください。やっぱ震災の2011年震災後のファーストゲームの試合、このケーブル電気スタジアムでやったときを僕は一番29年間の中で印象にあるゲームです。こんな中でサッカーやっていいのか、そんな震災も分からなかったので、サッカーやっていいのかと思いながらやったのを覚えてます。やるからにはやっぱり地域のみんなに少しでも明るいニュースを、笑顔を取り戻すために頑張ろうと、チームとが一体になってゲームに臨めたのを覚えてます。そしてロスタイムにね、本当にゴールキックが勝てて止まって、それを味方につないで、あれは時はかな、時はがシュートを打ったのは相手の足に当たってゴールに吸い込まれた。本当になんかこうそういう、誰かのためとかじゃないけど、自分よりも大事なためにか、思いもいらぬことや、こう素晴らしいものが得られるんだなっていうのはチームとして、クラブとして感じられたのは、ものすごく氷の国は大きなことでした。そして僕が、今はサポーターの皆さんです。本当にいつも変わらぬ声援、あなたたちがいたから、僕は本当に頑張ってることだし、ホリホクは今もあると思います。本当にみんなとは同じものを愛する同士、同じクラブを愛する者同士、めちゃくちゃ絆を感じてます。これからもホリホクを僕と共に作っていってくれると、そんな幸せなことはありません。これからもよろしくお願いします。市民クラブなので、本当にスポンサーの皆様には、いなかったら勝てないクラブなので、本当にスポンサーの皆様、この30年間、伊藤サポートしていただきありがとうございます。これ、J1 目指して、サポート、よろしくお願いします。そして感謝を伝えたいのは、このクラブを作ってくれた、今は亡くなってしまったんですが、石山社長、きっと僕よりも伊藤を愛している人間だと思います。年齢を重ねてからは石山さんの意思をするという形で交流を守ってきたつもりです。これからも石山さんの目指すクラブを作っていきます。見守っててください。
そうです、家族にも一言お願いします。父ちゃん、母ちゃん、こんな丈夫な体でいてくれてありがとう。まさか、こんな丈夫だと思わなかった。小さい頃は結構体が大きくて、母さんに首でも半袖半袖でいさせられたんで、感謝してくれた。あと妻には本当にね、やっぱり苦しい思いや辛い思いとかも一緒に共有してもらい感謝します。あなたの明るさは本当に好きでした。娘のメオタリアオア、本当にお前らがいたから俺はここまでサッカーできました。ありがとう。あとそうだ、感謝するの、一番感謝しなきゃいけないのは今いるチームメイトのみんな、今日ごめん、本当俺のミスで、マジで俺からゲーム一日ね、無理やることなのにやってもらった、本当にまさか友人の森が監督になると思わなかったですし、けどお前の監督の時に辞められてよかったです。ありがとう。なんかすいません、なんか話にまとまらなくなった、けど本当に僕たちに水戸ホーリーホップに関わってくれている人たち、そして本間コーチという人間に関わってくれた皆さんに、本当に感謝という言葉では足りないほど感謝しています。まだまだ僕も元気ですし、もうそこのピッチには立てないですけど、このパワーをホーリーホップの違うところで発揮していきたいと思います。これからが水戸ホーリーホップとして本当の勝利です。お互いとも抱えてくれた投手と J1 へというのは選手では叶いませんでしたけど、必ず近い将来一緒に行きましょう J1 に。その日まで泣くのをやめています。また来年も始まるんで、今日こんないい雰囲気でサッカーできて本当に幸せでした。また来年もそういう雰囲気のもと、チームメイトたちを応援してください。長い間本当に楽しいサッカー人生だったかなと思うと、何も僕に成し遂げてないし本当に苦しいことが多かったですが、それでもサッカーって最高だなって言います。これからもこのサッカーを続けていきますので、本間コーチをまたよろしくお願いします。また、これから頑張ります。今日はありがとうございました。